市場縄手駅は大阪府大東市学園町にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH34。片町線の全列車が停車する主要駅の一つである。当駅は氏名の市場縄手の上を略字表記した市場縄手という駅名を有し、 JTB 時刻表の関東路線図でも市場縄手市の代表駅として記載されているが、市場縄手市域からわずかに南に外れた大東市域に所在している。1895年の開業時は、市場縄手という自治体はまだ存在せず、市場縄手といえば、市場縄手古戦場に基づく広域地名であり、現在の大東市側が、市場村、市場縄手市側が、 孔歌村だった。なお、孔歌村は1932年に改称して、市場縄手村になる。駅名は、元は、市名の表記と同様に、市場縄手であったが、後に、現在の常用漢字にあたる、東洋漢字を用いた、市場縄手に改められた。市場縄手氏が、市場縄手への駅名表記変更を2004年より、要望しているが、駅名の解明には、 数億円の費用が必要となり、JR 西日本では自治体の要望による駅名の解明は原則的に自治体側に費用負担を求めているため、市場なわて市側の財政上の理由から解明は実現していない。何は鉄道の終点として開業し、関西鉄道が買収した。白川鉄道の免許線を建設し、両者合わせて名古屋大阪間の本線として機能させるもので。 あったが、大阪鉄道の買収により、本線が港町駅起点になったため、当駅は支線の途中駅になった。1907年の国有化後に線路名称設定で片町線となり、大阪側が1932年に電化された際には電車終点駅となった。それ以来同線の運行上の拠点となっている。長尾駅まで、 電化区間が延長された後も半数近くの列車は、片町駅当駅間の区間運転で残り、電車での運転系統は、大半が、片町駅発着であった。その後、片町駅の留置線の不設に伴って、京橋駅発着の運転系統が設定され、朝晩に、京橋駅当駅間の列車が設定されている。ホーム。1.2番ホームの地表面あたりに見える。 レンガ模様が1895年開業当時のレンガ作りホームである。コンコース対比設備を備えた島式ホーム2面4線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。改札口は1カ所のみ。2006年3月9日からエスカレーター、同年3月27日からエレベーターが稼働を開始。エレベーターは改札外にも設置されている。 1.2番乗り場の最下層2895年の何和鉄道市場縄手駅開業当時のレンガ作りホームが現在も残っており反対側ホームから見ることができる。駅長が配置された直営駅であり管理駅として星田駅、河野池新電駅間の各駅を管轄している。大阪東線放出駅、旧法寺駅間の部分開業までは特安駅や 放出駅も管轄していた。IC カード乗車券、i c o c の利用エリアに含まれている。日中時間帯は1時間に8本、普通電車がそれぞれ4本が停車する。終日にわたり、当駅折り返しの普通も設定されており、基本的に1.4番乗り場に停車する。当駅に折り返し列車が設定される、時間帯は折り返し列車により、 線路が塞がるため、環球接続が、隅野道駅で行われる。相互接続がない普通電車は2.3番乗り場に停車する。2番乗り場に当駅折り返しの普通が停車している。間は、快速も1番乗り場に停車する。2002年3月23日に、日中の普通折り返しが一旦廃止されたが、2015年3月14日の改正で、日中時間帯の快速は、 区間快速になり、この時間帯の普通の折り返し駅が長尾駅から当駅に見直された。前日の通り、当駅折り返しの普通と快速、区間快速との乗り換えは半分の確率でホームが変わる。その場合、市議の特安、河野池新殿忍が丘江東各駅の乗り換えは、墨野道駅が便利である。夜間の当駅泊まりの列車は放出駅まで改装されるか、 当駅に留置されるかのどちらかである。折り返し、相互接続する列車は、ドア横の開閉ボタンで乗り降りする。大阪府と経年間によると、1日の平均乗車人員は、下表の通りである。上記のように、市場なわて市域から、わずかに南に外れた大東市域の北端部にあり、駅出口より、約200メートル北側に進むと、市場なわて市域に入る。 駅前広場整備について、交通結節機能の向上や駅への主要アクセス道などの整備を図り、大東市が2013年度から以降10年を期間に計画的な取り組みを進めている。バス停留所は、駅東口の北側線路沿いにある。周辺のベッドタウン化に伴い、バスの拠点となっているが、周辺道路は狭く、バスが一方通行かつ一車線の狭い道を、 通っているところもある。なお、校舎はバス乗り場で扱うほか、市場長手学園小学校の正門前にも別途、校舎場が設けられている。ありがとうございます。